ベオグラード軍事博物館に展示される BM-13 か注射か注射は第二次世界大戦においてソビエト連邦が開発、使用した世界最初の自走式多連装ロケット砲。正式名は 82mmBM-8 よび 132mmBM-13、mm、13である。なお、自走式多連装ロケットランチャーを指す属として、 この名が用いられることがある。カチューシャは公式名称ではないが、前線に配備されると間もなく、赤軍兵士たちの間で広まった。もともと、ロシア人女性の愛称である、カチューシャがこの兵器の愛称として命名された由来は、諸説あり定かではないが、一説によると、製造元の工場名の頭文字である、が刻印されていたため、前線の兵士たちが当時流行していた歌。 カチューシャに引っ掛けて呼び始めたものと推測される。これに対し、彼らと戦っていたドイツ陸軍の兵士は、この兵器の外観を及び発射時に鳴り響く音が、オルガンに似ていたことから、スターリンのオルガンと呼んだ。構造は、非常にシンプルで、ロケット弾を乗せるための鉄レールを平行に、並べ削状にした発射機と、それを支え、方向と射角を調整するための指示下で構成される。 ロケット弾は無誘導で一般に照準機はついていないため使用するロケット弾の重量や射距離から射角を算出しようよその方角に向けて発射される命中精度は期待できないため大量のロケット弾を集中的に打ち込むことでその欠点を補う例えば b m 十三の場合一機あたり八本のレールの上下にロケット弾を装着し計十六発を 連続して撃つことができる。カチューシャは一般にトラックに仮装されたので、しばしば土台のトラックの部分もひとまとめにして、自走式ロケットランチャーの名称として使用されることもある。ただし、この兵器は他にも戦車やトラクター、走行列車、河川砲艦などにも搭載される。使用されるロケット弾はいずれも固体燃料ロケットで、燃料には黒色火薬、または ダブルベース火薬が使用される。ロケット弾自体も、微翼式無誘導のシンプルな構造のため、安価で大量生産できる。BM-8 では M-8 ロケット弾が、BM-13 では M-8、または M-13 ロケット弾が使用可能。使用ロケット砲弾諸元 M-8 使用ロケット砲弾諸元 M-13 ポーランド軍の BM-13。 BM-21KF 大祖国戦争博物館に展示された JIS-6 を使用したカチューシャソ連がカチューシャを開発するきっかけとなったのは1936年のナチスドイツによる6頭のロケットランチャーネーベルベルファーの登場であった1938年に設計が開始され1941年6月21日に BM-8 の実戦配備が承認された。戦場で最初に使用されたのは、同年7月14日、ロシアの都市、ルドニアにおけるドイツ国防軍との戦闘においてであった。不良ロフ単位が指揮する実験砲兵隊が7機のカチューシャを使用した。同年8月8日には8つの砲兵連隊が創設され、1連隊につき36機ずつが配備された。 BM-8 を改良した BM-13N は1943年に設計が完成し、第二次世界大戦終結まで2800機以上が製造された。標準的な運用は敵軍の対戦者陣地に対し主力部隊が突入するのに先立ち、待機する主力部隊の後方から頭越しに野砲部隊の攻撃とともに、 大量のロケット弾を一斉に発射するというものであった。カチューシャは命中精度が不足しているため防衛施設を狙うのはヤフーなどに任せてロケット弾を敵や兵士の頭上に雨のように降らすことで心理的ダメージを与えることに重点が置かれた。カチューシャはロケットランチャーの代表的なものとして一般によく知れ渡った。そのためしばしばカチューシャの名は ゲリラ兵がよく使用する小型のロケット砲全般の故障として使用されることもある。また、西側ではソ連ロシア製の自走式多連装ロケットランチャーすべてに対する属称として用いられることもある。なお、現在ロシア連邦軍などで使用されているカチューシャに似た後継兵器は b m 二十一グラートリメートル四十連装ロケット砲でロシアでは カチューシャとは呼ばれないが、任務が同じで、外見もよく似ていることから、よく混同される。2006年に発生したイスラエル国防軍によるレバノン侵攻において、対するヒズボラがロケット砲で応戦しているとされ、いくつかの報道機関は、ヒズボラはカチューシャロケットで攻撃を行っていると報じている。ただし、イスラエルやレバノンなどでは、カチューシャは多連装ロケット砲を指す。 一般故障として用いられているため、報道に関しても本来の、カチューシャという意味で使われている、可能性は低い。なお、現在ヒズボラが使用しているロケット砲は、上記のソ連製の BM-21 グラートや、中国製の63式 107mm12、連装ロケット砲及びその派生型がほとんどである。2020年に、イラクの多国籍軍基地型連装ロケット弾で、 襲撃された事件でも、カチューシャによる攻撃と報道されている。ありがとうございます。